違う業種というかね、同じ農業でも酪農家さんとつながるってことは普通あまりなかなかないと思うんですけど、ん、でそうでもすね。調剤を作るっていうことをやろうとすると、もう本当にいろんなことがこう動いてくるっていうのがすごく面白くって、私もその伊達にいた時に、まあ、牛も最初飼ってなかったから、響の村も。で、じゃあ、いい牛糞をどこで手に入れるんだろうっていうことから、地域をいろいろ、まあ、探索したり、人に聞いたりしていって、そういう酪農家さんに出会って、フレッシュな牛糞が欲しいんですって、その頃、まだ20代ですけど、なんだこの女の子は、みたいな。いや、これも素晴らしいんです、みたいな。なかなかいないですよね。なかなかいないです もうなんか70代か80ぐらいのおじいちゃんご夫婦でやってる、それこそ角もあって放牧で、もうす、あ、こんばんは。帰ってそう、きました。あ、お帰りなさい、お疲れ様です。くなりまいした。や、大変ですね。はい、そう、なんかね、マルコさんってわかります？知ってるかな？マルコさん。知らマルない。コさんって、知らないですね。あ、おお。今いるのかな、いない、マルコいさん。るんじゃない？あそこの響きの下でしょ？響のさんのとこですよね。そう。ね。もうやめてる畑と内さんがやってる。思う。息子さんが亡くなっちゃったし、おじいちゃんも亡くなっちゃったしで、多分もう、おばあちゃん一人ではってもじゃないけど、やれないし。でも本当にそう理想的な湧き水のある丘で、種牛もいて、角もあって、放牧でっていうのを見つけた時に、私の目はもうキラキラで、もう本当になんか、そういうところがあるんだっていうことをね、聞けた時のもう感動もそうだし、向こうもそんなのさ、みんな、なんそんな古いやり方とかっていうね、目で見られてたんでしょうけど、そこになんか、こういう過大評価をするなんか変な人が、すごい可愛がってもらったんですけど、種牛がね、すっごいでかかったの。もう十何歳ぐらい？もう、広いの棚牛で、ちゃんとたあの乗っかれんのかみたいな感じで。大事にされてるんですね、そんな、まあ、だね。い、うん、つあの放牧に出さないときはもう牛舎の中ではつなぎだったけど、でも放牧地にはゆっくりゆっくり歩いてって、出てって牛舎から牧地まで、なんかそれを一緒にさせてもらって、なんかもう、よかったですね。そういうことから学んだし、私も。理想として、その牛はね、放牧で角があってどうのこうのとは言ってても、全く知らなかったから、農業、酪農とか、そういうことを、おじいちゃんに学びましたよ、本当に。春の追い込みの時、あ、春じゃない、秋山から下ろして、その牛舎にまで連れて行く時も、みんなですっごい広くて、こんなになって谷のあるところに、まあ上からこう下ろしてくるんだけど、下手すると牛はこうぐーっとこう谷またいで上に上がってっちゃうの、また。まあ、おじいちゃんおばあちゃんは下で待ってるんだよ。私、働き手が そこから牛を追うのを学んだりとかですああ、そうなんだね。まあ、そういうところから牛糞をもらってとか、調剤を作るのにとか、まあ本当に一つ一つ学びが、なんだろう、実際自分がやるになるまでのね、その過渡期もすごく楽しかったですね。新しいことを、こういうふうになってるんだっていう、体を作るっていうことの背景にある、そういういろんな学びが、なんか、
豊かなことを伝えてくれましたね。だからダイナミクスを極めていこうというか、そのやれてないとこをこういうふうにだんだんそういうふうにしていこうって思ってやっていくことが自分の楽しみでもあるし、それが変化してくる畑とか自分が変化していくことの、経験ができるっていうのはすごい素晴らしい、楽しいなと思うんですよね。こうじゃなきゃいけない、エビタの認証を取るわけでもないんだから、そこまでじゃないんだから、楽しんで、あ、こういう課題をアップするにはどういうふうにやっていけるんだろうかっていうあり方を楽しむっていうふうに、感じてもらえると嬉しいなって思いますね。ヨーロッパなんかだと、もうデメター取ると、ある意味、ステータスだったり、高く売れたりとかっていうことで、今のジャスだってそうなんでしょうけども、高く売れるから、商売としてジャスを取ってるっていう有機農家さんも、見受けられるし、だけど、私、ベンが目指しているのは、そのバイオダイナミックという生き方だと、思っているので、テクニックもちろんあるんですけど、それを極めていくというか、学んでやっていくことでこう得られるその学びが楽しいっていうか、それが驚きだったり、こんなに違うんだと、それが、私の数十年の経験の中で素晴らしい。いや、楽しかったですよ。今も楽しいけど。本当に。だから、飽きないですよね。本当。はい。毎日。はい。いろんなことが起きて。はい。ごめんなさい。飯塚さん、さっきの言い残してたことが。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。じゃあそろそろ先に進んでもいいですか、はい、はい。じゃあ次のとこ読んでいただいてもよろしいでしょうか、どなたか。始めます。はい、ありがとうございます。はい。地上と地下での宇宙的、地上的なものの現れ。地表は横隔膜に相当する。この見解が正当であることは、農業の基盤となる大地を観察することによって、そしてまた地球の外から働きかけてくるものを考察することによって皆様にも明らかになるでしょう。ここで地球外からの地球への作用はほとんどの場合全く抽象的にしか語られていません。もちろん太陽の光や熱、さらにはこれらと結びついた気象現象などすべてが作物が生育する大地を作り上げるにあたって何らかのつながりを持つことは知られています。しかし、より厳密な状況については、現代的な見方では、実際的な理解は得られません。なぜなら、現実や事実そのものに入り込んでいかないからです。別な観点からも、こうした事柄を観察していきますが、今日はまず、農業の基礎が大地であるという視点から始めたいと思います。この大地とは、模式的にこの横線で示しますが、通常鉱物的なものとみなされていて、せいぜいのところ、腐食土形成や地皮によって幾分生命的なものが持ち込まれるとされます。それによって、大地はそれ自体として、単に何らかの命を持ち、植物的なものを内包するだけでなく、アーストラル的作用も持つことが分かります。現代ではこのように考えられることはありませんし、これに対する賛同はさらに少ないのです。この見解をさらに進め、大地内の命が夏と冬とでは非常に微妙な、いわば薄まったレベルで異なっていることに目を向けますと、今日では全く考慮されていないにしろ、
農業実践に非常に大きな意味を持つ領域に入っていきます。土壌を少し観察すれば、土壌は生態における一種の器官であることが分かりますし、その生態とは成長が見られるところならどこにでもあります。図、うん、実際、大地は人間の横隔膜と比較しうる一つの器官です。イメージで語りますと、ここでは厳密には述べませんが、透明はこれで十分です。こう言えるでしょう。人間では横隔膜より上には頭部があり、また呼吸や循環のための器官があり、下には別の器官があると。さて、この観点から大地を人間の横隔膜と比較しますと、大地という個体では頭部は地中にあり、私たちを含めたすべての動物はこの個体の腹内に生きていると言えるはずです。地表より上とは、一言で言うなら、農場という個体の内臓器官に当たります。農場を歩くとき、私たちは腹の中を歩き回っていますし、植物は腹の中へと伸びていきます。農場とは逆立ちした人間であり、まさに逆立ちした個体と見るべきです。動物に関しては、講座が進む中で触れますが、やや事情が違います。さて、私はなぜ、農場という個体は逆立ちしているというのでしょうか。その理由は次のようなものです。大地のすぐ近くは、空気や水蒸気や熱などが取り巻き、私たちはその中で呼吸し、生活し、植物はそこに向かって成長し、そこから外的な熱、外的な空気、外的な水を受け取っています。そしてこれは人間下半身の腹部での活動に対応します。それに対し、大地の内部、つまり地中で起きている事柄のすべては、植物の成長全般に対し、特には幼児期ですが、全生涯にわたる人間頭部での作用に相応しています。地表の上と下とでは、絶えず活発な相互作用があります。そこでまず、諸作用の分布を見ます。地表より上には、月、水星、金星の直接の影響による作用が見られ、またそれらは太陽の作用を補助し、変化させています。いわゆる、月も含めた内惑星の作用です。それに対し地球を中心に考え、太陽より遠いいわゆる外惑星は地表より下に作用し、太陽の地中への作用を助けています。ですから植物の成長との関連で言えば、遠い天体の作用は地表より下に、地球に近い天体の作用は地表より上にあります。はい、ありがとうございます。結構この中だけでもいろんなことが言われておりますが、うん、この図がね、見ながらだと文章が見えなくなるかな。大丈夫ですか、うん、最初からちょっと地表は横隔膜に相当するあたりから何か話したい部分があったら言ってください。単純に面白いと思いました。横隔膜みたいなびっくりしましたね。あ、うん、まあ、本当になんかあのイメージとしてこう捉えられるように、うんうん、呼吸して動くんですよね。きっとね。そうですね。動いてるね。うん。で、なおかつ、形してるんですよね。形してるんですよね。根っこに当たるものが、こっから上のもの、うん、だから感覚器官ですよね。ここに五感のほとんどがあるじゃないですか。触覚とか聴覚とか嗅覚とか、
視覚、そういう目に、うん、まあその五感に当たるものが根っこ、うん、考えてそして呼吸してる、循環してる、呼吸してる、それが根っこなんですよ、うん、面白いな。で、髪の毛は根っこなんですかね。そう。まあこれも感覚器官ですよね。わかりますもんね。こう触ってると分かりますもん。うん、皮膚感。うん。うん。これ、うん。いや、もう本当にリアルにというか、せっかくシュタイナーがこういうイメージをくれてるので。思う存分このイメージに浸ったらいいと思うんですよ。うん。うん。あ、そうなの、面白いわね。で、終わらない、うん。うん。どういうことになってるんだっていうことをできる限り、想像して、イメージしてみる。同じことか。なんていうのかな。イメージっていう意味は、まあ、瞑想に近いというか、うん。シュタイナーってまず私たちがイメージ持ちやすいように話してくれていて、それが、その言葉以上の何だろうな、何だろう、伝えようとしていることの何だろう、受け取りやすくなる像なんですよね。でもその像だけではなくて、その像にある、なんて言ったらいいのかな、背景っていうのかな、それは自分の感覚で受け取りに行かないと答えは来ません。その例えばその人間の体が反対でっていう今のね話を、キャー面白い、そうかもねみたいなところで終わっちゃえばそれなりなんです、うん、だけどイメージをしてもう畑でこうね草を抜きながらでもいいんですけど、そのイメージを浮かばせてみながら、その場にいる根っこを見るとか、なんかふっとこう出て、なんだろう、受け止められることがあると思うんで、なんかそれを深めてほしいなっていうのがあります。うん、まあそれはいいとして、いいとしてというか、そうなんですよね。だから今みんなのディスカッションの中でそういうことがもうちょっとこうイメージをなんか広げていくといいかもしれませんね。うん、そう。だからこう一生懸命地中からこうもらってっていうかな、呼吸してこうね取り入れて、うん、で消化器官とかやっぱり横隔膜の下のところにあるから、うん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 、今度こう出してるってことですね。そう。形してるってことだね。だから排出してるっていうか、そうそう、排出してるっていうか、うん、排出もしてるし、花として受精をして種も作って、うん、本当だ、作って種を作ってっていう、うん、そして葉っぱはね、そのできる限り太陽の光をこう受け止めてとか、水も雨も当たってとか、うん、そういうそよいでとかってい う, こう具体的にこうアクションするじゃないですか、うんうん、前に向かって、はいね、宇宙のエネルギーをそのまま受けてるみたいなね。でも風の なりゆくように、なぎ倒されたらなぎ倒されたようにとかそういうこう、うん、宇宙のリズムも受け、その環境のエネルギーも受け、
でもそのことはまず大地をイメージするその横隔膜っていうことをね、うん、あの中心に置いてるっていうのかな、うん、うーんと今あったのは大地はそれ自体として単に何らかの命を持ち植物的なものを内包するだけではなくアストラル的な作用を持つこともが分かります、うんうん、命を持ち植物的なものを内包しなおかつアストラル的な作用アストラル的な作用って感覚的なっていうことですね、うん、感覚的だったり動物的な、うん、そういう作用も持つことが、うん、持っているんだって、うん、あの前々回だったかな、はい、人間が口から食べるものの栄養は、うんうんうんで体ができるんじゃなくて食べたものは頭の方に行くっていう、はいはい、ありましたよね。そうですね、ありましたね。植物は葉っぱで光合成して作った栄養は根っこの方に行くとすれば、それは人間の頭の方っていうことですよね。そうですね。前々回は体、人間の手足、体は、うん、食べたものでできてるんじゃなくて、うん空気中から、呼吸からって言ってましたよね。呼吸とか感覚からですよね。ですよね、うん。植物の地表に出てるものは、人間の手足に当たる部分は茎や葉っぱだけど、それは光や、空気を取り入れて栄養を作るという対応になるんですかね、やっぱりね。そうですよね。そうしたらね、だから頭っていうか感覚器官に当たる根っこが、うん、とかまあ葉っぱもありかもしれないけど受け止めたものがその植物の体を作ってるっていう。うん、そうですね。光合成したもので作ってるんだよね。でも一部は植物は根っこから吸収したものも使いますよね、多分ね。うん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 。うん、ということは人間の体に当てはめると髪の毛で吸収した、あ、髪の毛じゃない。根っこってこと。目や耳で吸収したものが体の方に行って体も作るということなんだね。頭に行くんだよね。待って。混乱してる混乱してる。うん、そうそう。食べたものが頭に行くんだってよね。あのそう。そう。だから、根っこで吸収したものが、うんうんうん、そう。だから、なんだろう。どういうふうになるんだろうね。こういうことで言えたものが頭に行くってこと、うん少なくとも人間で言うと、体を作ってるのは口で食べたものだけじゃなくて、目で見たり耳で聞いたりしたものも、体を作るのに。うん、参加。これ。役に立ってますよっていうことですよね。食べたものが感覚器になったものがこっち側だよね。うん。手足を作る、うんうん。っていうことを連想しましたっていう話です。うん、はいはいはい。これが
役に立つかわからないけど、ちょっと、うん、違う画像を出してみますね。そうだよね、代謝が、そうだよね。神経、思考の領域。これは心臓ですか、これ。心臓じゃない。うん、自動的感情の力だから、本当はね。リズミック。よし。ああ、そうか。思考、感情、意思で分けるとそうなる。うん。うん、これはあの4つのエレメントも対応して書いてあるし、ちょっと他の具体的なそのリズム機関とかそういうのも入っているんですけど、まあ、こういうふうには対応してるっていうことではあるんですけど、だから今の農業講座の内容以上のことは書いてあるんですが、うん、あの図式的にはこういう根っこと頭の役割といいますかね、うん、この絵は農業講座ではないんですか？農業講座の絵ではない、図ではないですね。これどこから撮ってきたかな、うん、よくわからない。まあ、調剤講座に出た時にもらった資料、アメリカに行った時の資料を、私が作ったのかな、日本語。多分そうかな。だからまあ、横隔膜っていうところは、ここではちょっと、ずれてはいるんですが、まあ、そのウォーターのラインまでぐらい、ウォーターからちょっとエアに入っちゃうのかもしれないけど、うん、ぐらいまでが大地の中に入っていて、うん、で、この、手足の部分が鼻のこの上部のところに当たってるよという。うん、まあ、うん、ウォーター、いや、手足がファイヤーなのかな、うん、あ、一つの参考として、うん、また元に戻します、うん、面白いです。大事。そう、そして、それからまたさらに大地の命が夏と冬では違うと、うんうん、土壌を少し観察すれば土壌は全体における意思の器官であることが分かります。土壌は生態における意思の器官である。うん、でですね、その先にまたいろいろ、この図のことね、熱、うん、地上では熱、死んだ熱、地下では生きている熱。農場は
内臓器官の中だという、うんうんうん、位置関係ってそうなんだね。そうですね、うん、うん、明日から畑の作物の足が見えるかもみたいな逆立ちした足がいっぱいみたいな頭が埋まってる頭が埋まってるみたいな白菜がみたいな、うん、今日だいぶ手足をちょん切ってしまったけどと今日野菜をカットして収穫することは、うん、手足の部分を食べてもらうっていうことで、うん、それでも味わいがあるわけで、うんうん、野菜ってその環境を色なんだろう模写してますよね。なんて言ったらいいのかな。うん、その環境を、届けることはできないけど、野菜を届けることでその環境を届けられるってなんか思ってるけど。うん、なるほどね。それは面白い考え、うんうん。そうそうですね。なんかね。うん。写したものをね。そう大地からの、うん、取ったものが、うん、野菜という物体となって届けられるじゃん、うんうんうん、そこのエネルギーだったり、うん、それが持ち運べるものとして、うん、届けられるんだよな、切り取られて届けられるんだよなって思ってるんですよね。うん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 、だから環境、そのさっきの 一個の個体としてのものの中に、それ、ほら、植物がそこに向かって、どこだったっけ、植物がその中で育ってるみたいなの書いてありましたよね。うん、だから、大地は内臓、農場という内臓器官にあたるでしょ。その私たちの腹の中を歩き回ってるでしょ、うん、植物は腹の中に伸びていってるでしょ。その腹の中に伸びていってるものを切り取ることで、環境一個のその農場という環境はもうそこに入らないと味わえないけど、うん、体験できないけど、その中に入ってる内臓の中のその植物野菜は切り取って、うん、そのエッセンスというかを人に渡せるわけだ、そこの農場にない人で、うん、メッセンジャーですよね、農場のね、うん、うん、すごいですね、うん、なおかつうちハーブソルト作ってるんで、それをまたドライにして、うん、その風味として、うん、バイオダイナミックの野菜とか、うん、ハーブって香りがすごい、香りがあるっていうのが特徴だと思っていて、うん、その香りを切り取って乾燥させて、すげえ、10キロのものが1キロぐらいとか、すごい乾燥すると10分の1ぐらいになったら、うん、その、ものが全国もしくは世界にも持ってけちゃうみたいな、うんうん、そんな感じよ。あれですよね、ジャスの有機認証の時に講習受けに行った時にね、ほうほうほう、ジャスの有機の認証っていうのは、はい、そのトマト一つとか大根一本とか、その野菜に与えられる認証じゃなくて、うん、補助を認証するんだって言ってましたね、うん、だから、
畑そのものに対して有機ジャスの認証というのを与えられる、うん、そこから取れる野菜というのは、まあうん、なんていうか二次的なもので、うんうん、そういうのとまあ同じ考え方なのかなと思いました、うんうん、畑そのもの環境そのものがバイオダイナミックであり、うん、有機でありということですよね。そうですね、うん、なおかつその、うん、そういう見方で言うと有機認証っていうのは畑ごとの認証なんですけど、うん、バイオダイナミックっていうのは農場全体の認証なんですよ、うんうん、その農業者も含めたところですね、うん、そうです山とか、ね、川とか入ってれば、うん、ここも全部含めてっていう、うんうん、だいぶ分かってきました。おおすごいでも こういうイメージがすごい大切なんですよ、うん、このイメージがないままにやっている農業とこういうイメージを持ってやってるのと全然変わると思いますよ、うんうんうん、やっぱりあの CSA とか、うん、昔そのお野菜瓶っていう形でね CSA じゃない形でやってたけども、うん、そこから CSA に入ると、はいうん、一番の違いはこの経済についてすごく考えるようになる、うんうん、あの前はその、まあ、植物の生理のことであるとか昆虫のことだとか、はいうんまあ、堆肥や肥料のことっていうことをね、うんまあ、せいぜいがその農業機械のことだとか、うん、そういうことを考えてたんだけどもっと大きくその社会の在り方だとか、はいはい、経済の在り方だとか、はい、CSA になるとそういう範囲のことまで、うん考えますよねやっぱりね。ですね。うん。そういうその自然科学だけじゃなくて社会科学的なことだとか多分もっといけば哲学とか歴史だとか、うん、そういうことまでを視野に入れ、それは農業者の方の責任です。責任というか仕事ですけども、うん、そういうことも考えて。農場に立つっていうかそういうのが違うのかなと思います、ね、普通の農業とね本当にそうだと思います、うん、あの同じ農あじゃない同なんだ同じ種でもというか同じ場所でもというか農業者が変わると野菜の味変わるんですよね。私が作ってる野菜は他の土地に行っても私の味がするんです。お母さんの味。なんか育ち方もなんか暴れっぽさが。おてんばな。おてんばな。だから飯塚さんが違う場所に行っても飯塚さんの野菜なんです。味は、もちろんそれを何年も知っていけばその味わいがもっと深まっていくでしょうし、それは何だろう、ベンがよく言ってるんですけど、その農業者がその農場に春先になったら堆肥をまこうとか明日は調剤を撒いていこうっていうふうに想像して